始まりました。お家でできるアート遊びをお届けしているうむうむアート TV、 うむうむのレイです。ちかです。この動画の特徴はですね、 YouTube ライブ、もしくはインスタライブ、もしくはこのアーカイブを通して、皆さんがうむうむ、私たちと一緒にアート遊びを楽しむ動画になっております。なので、お子様はご家族と一緒に、大人の方はお時間あるときに画面越しに一緒に制作を楽しみましょう。あとはあと内容をざっと見たい方はアーカイブのこの下の目次説明欄に目次を載せておりますので、そちらでピッと早送りをしてみてください。はい、ということで今日の内容は、はい、今日は作ってみよう、伸びる影、もう映ってますね、ここに影が。はい、今日は光遊びをやりたいと思います、うん、わーい。だからちょっと暗いんですね。そう、もうね、3時過ぎると私の部屋はとっても暗くなるので、うん、そこを開き直り、窓を閉めて今日はお届けしております。はい、で今日はですね、光遊びなので、お家でやられる方は夜やってみてもいいし、日中暇な時やるよという方はですね、我が家のように雨戸を閉めたりカーテンを閉めたりして、電気が暗くできるような状態にして、お楽しみいただければと思います。で、すなわち YouTube のくせに動画暗くなります。それはどうなるのかやってみないと分かんないけど、まあやってみようかどうということでやってみよう。じゃあ早速本題に参ろうか。はい、まずは今日使うものを、ご用意いただきたいものですね、ご紹介していきます。はい、あ、お、画用紙、はい、だ。まずは、画用紙、暗くなっちゃうので色画用紙じゃなくてもいいかな、白画用紙あればいいと思います。はい、こちらです。これを切ったり貼ったりして使います。なので、あとハサミと、はい、ハサミとセロハンテープを今日は使おうかな。パパパッとね、見れた方が楽しいので。普段の工作ではのり押しの私ですが、今日は、セロハンテープ押しで参ります。あと、割り箸、まあお家にあるでございましょう、割り箸も使ってみようと思います。あとはとっても大事、暗くなるからね、光がないと影は楽しめませんので、懐中電灯かスマホの電気使っていきます。で、この懐中電灯を使うとき注意していただきたいのが、これを目に向けるとね、すごい眩しいから、目がわーってなってしばらくなんか変なのが見えるから、人の目には向けないように気をつけてください。あとは、こっからはあればでいいんだけど、空き箱、私はもう今即席で段ボールで作ったんだけど、お菓子の箱とかティッシュの箱とかでもいいと思う。空き箱と、あとね、前回使っていた折り紙、私たちは今日この間せっかくね切った丸三角四角の折り紙なんかを持ってきてみました。はい、あとはクリアポケット、透明なものに絵を描いたりしても面白いので、まあ、それはおいおい紹介するんだけど、もし余裕があれば、その OPP シート、クリアポケットって言われるものとかがあっても面白いかもしれません。まあ今日はとにかくね、伸びる影を作ってみるというところでやっていきたいと思います。はい。では、まずは影の構造を勉強してみたいので、はい、ちょっと一回暗くしてみようか。試しに、お部屋を。じゃあまずはメインの電気をちかちゃんに消してもらって、お、暗い、もう暗いね。で、これを消し、あ、どこ、ここスイッチ、大丈夫かな、大丈夫かな、はい、これも消してみる。おお、結構暗い、真っ暗い、怖いね。見える？ギリギリ見えるね。あれか、パソコンの、パソコンの電気かも、うん、パソコンありがとう。これで、じゃあ懐中電灯に電気スイッチオンしてみると、お、結構見えるね。私だよ、あ、お化けだよ、私だよ、私、上から当てるとちょっと
ちょっとステージっぽくなるし、下から当てるとお化けっぽく、お化けっぽく、みんなももうお家真っ暗かしらなります。どうかしら、見えておりますか？そう、これ夜とかにやるとね、すごい面白いんだけど。で、じゃあちかちゃん、うん、手をちょっと壁に向けて、うん、でこう照らしてみて、そうすると影ができた。そう、影は光の元があって、映したいもの、今で言うとちかちゃんの手があって、その奥に影ができるよね。で、なんでかさ、ちかちゃん本物の手よりさ大きく見えておりませんか？うん、ちっちゃくなった。あ、そう、大きくなったりちっちゃくなったりするよね。するね。これ不思議だよね、うん、これをね、ぜひ今日は影の構造として楽しんでみたいんですが、じゃあちかちゃん逆に手を思いっきり電気に近づけてみて、うん、思いっきり電気、あ、すごい影が大きくなって真っ暗になったね。で、離してみて、わー、はい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 、このように影で遊べます。これね、スマホの電気だとより強いからね、もっとカットした影が出ると思うんだけど、こうやって物と電気を近づけたり遠ざけたりして楽しんで見てみてください。あともう一個、ちかちゃん、うん、こっちの緑の壁に映せる、うん、自分の影。あ、映せるね。壁の色は緑色の壁でも今日は大丈夫。緑色の壁ってあんまないか。でもね、後ろに物があるとちょっとね、ガチャガチャしちゃうから、こういう何もない白い壁とかを照らしてみると面白いか。で、逆にちょっとハサミ持ってみたりとか。ハサミも大きくなったり、ちっちゃくなったり、大きくなったり、ちっちゃくなったりしますね。うん、面白い。そう。光が近づいたり遠ざけたりすると、いろんな影ができます。ふんふんふん、いい感じ。これで今日はいろんなこの、今はハサミだけど、いろんなものを作って、それがどんな影を作り出すのかというのを、実験してみたいと思います、うんうん、はい、では懐中電灯を消して電気をつけようか、はい、これ一気に明るくすると眩しくなるからみんな気をつけてね。あー眩しい、あー眩しい、はー、 YouTube で真っ暗とかウケるね。はい、ではまずは画用紙からやっていきましょう、うん、じゃあ一人一枚ね、はい、はい、ついたついた、よし。で、何でもいい、最初は何でもいいが一番困ると思うんだけど、この間みたいに三角作ったりとか、ジョキジョキ切って四角、長い四角を作ったりとか、なんか適当にね、いろんな面白い形を切ってみてください。丸を作っても面白いし、でもちろんみんなは鉛筆とかペンで好きな形を紙に書いて、それをなぞるようにハサミで切るのも面白いと思うよ。で、これがどんな影を作り出すのかをちょっと実験していこう。なんかニョロニョロの形とかね。ニョロニョロ。なんか動物とかの形作っても面白いと思うし、うん、電車とか車とか、なんか自分が好きなものの形でもいいと思う。お化け、お化けもいいね、お化けもいいね。これはお化けかな、これお化け、逆から見ると雨みたいだ。ほんとだ、ピッチョンくん。星はな、さすがに描かないとかあれだな。よ、便利、オーバーオール便利。ほー、星さま、
キーラキーラ。お菓子なんだっけな。よいしょ。できた、うさぎ。できた。あ、かわいい。なんか絵描きたくなるけど、影遊びはあれだね。絵を描いても。そうね、楽しちゃうから。それも実験してみたらわかると思うよ。我々がなぜ絵を描いてないのか、なぜうさぎさんに目を描かないのかというのも、描いてみたくなったら描いてみて、ちょっと実験してみると、謎はすべて解けると思う、後で。確かに。で、だいたい切れましたかな、うんうん、これも大事な形ちゃん、うんうん、面白そう。で、インスタライブで見てる方、もし手元が見たいと思ったら、ぜひに YouTube の方でご覧いただければと思います。 YouTube なんか我々今日ちゃんと秋っぽいね、色が。うん、ほんとだ、茶色。おしゃれさんだ。なんか水着みたい、これ。水着？どこが？おっぱいのところ。ここ？どこ？ここ？そう、だいぶ右左で大きさが、そう面白い。よし、できた？できた。そしたらこれを割り箸出してパキッと割ります。で、ここの先っぽにこれを貼る。なるほど。セロハンテープでバツッと。キュッ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 。で、こうアメちゃんみたいな、楽しくなりそうでしょ。こういうのをいっぱい作っていきます。で、ちょっと割り箸長いなって人はパパかママかにこうやって折ってもらってもいいと思う。で、その時にこのトゲトゲが結構痛いから、ここをハサミでゴリゴリ切っちゃって、お手手で触っても大丈夫なように。そしてこの向きもね、いろんな向きがあるから、縦、横、逆とか、なんかかっこいいなと思う向きにこう貼ってみて。あ、そうそう、竹の割り箸はね、ちょっと意外ががいっぱい出てくるから気をつけてください。これ竹なのか。そうそう、竹の素材って繊維がね、しっかりしてるから。いいお箸？いいお箸なのかな？最近竹が多い気がする。で、こう、形キャンディーみたいな。いいね。いっぱい作ります。影遊びした後にお絵かきとかね、しても楽しそうね。した後にお絵かきって言った今。影遊びした後に。後にお絵かき。そうそう、お絵かきとかしても、ほら、なんとかこう、劇とか。はいはいはい、いいねいいね。で、ちょっとこの辺のお残りさんをまた後でにして、じゃあまた暗くしてちょっと照らしてみようか。忙しいわ。忙しいのよ。お父さんとお母さんに電気係やってもらうといいかもしれない。よいしょ、落ち、消すぜ、暗くなるぜ。よっ、お、暗い。で、じゃあ懐中電灯をつけて、てるるるで、いざこの作ってみた形を照らしてみよう。おお、照れた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 。見える？うわー、ヘビー、ヘビーさん。なんか裏も表もあんまり変わらずに。照れた照れた。あ、お化け出てきた。ドロドロドロ、お化けとヘビ。
ピーハラピーハラお祭り。おい、お前どっから来たんだ。わしは天国から来たんじゃ。俺土の中。土の中ミミズだから。そっか、これは人間。あ、すごいはっきり出るね、うん、いいじゃん。あ、ヘビだ、捕まえよう。やめろ。痛い。いやミミズだけどね。僕は海の中の魚。私ウサギ。ウサギも本当に魚みたい。ピロピロピロ。あ、こうやると魚っぽくなる。でんでん、僕はこんなに大きかったんだ。あ、こうやったらタコっぽい。本当だ。足足りないけど。デレレレレレン。あ、なんかペロペロしてると楽しいね。うん、面白い面白い。夜になりました。あ、星がすごい、星綺麗。いいね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 。じゃあ月も出ました。お、いいねいいね。すごい、ただの丸が月に変わったよ。あ、ちょっと欠けてる。本当だ、半月。こうやったら三日月。どうやったら満月。あ、こうやったら満月。うんうんうん、すごい光の角度でいろいろ遊べるね。遊べる。すごい。月が。月といえばやっぱりうさぎさんだね。そうねそうね。いらっしゃい。うさぎ。お月見の季節だよ。団子団子団子くれ。団子ね。あ、じゃあこれが団子になったらいいんだ。団子いいね。ほら団子だよ。食う。食うぞ。食う。食べる。バクバクバク。ヒュー。なんかうさぎさん耳が長い、すごく。長い。すごい面白い。わかった。これこうやってほら手とくっつけたら体みたいになる。あ、すごいすごい、体できた、うん、本当だ、面白い。いいですねいいですね。じゃあもう一回電気つけて今の感じをもう一度。あ、おいしいよっ、うん、じゃあ今度はこれに穴を開けてみようかな。ちょっとハサミだと難しいけど、うん、お、私だったらウサギさんにちょっと 目作りたいなと思った時に、おハサミでちょっと痛いけど割り箸でプスってしたの。あ、割り箸でプスもありだと思います。割り箸でハサミでプスってお目目を開けてみる。紙だからね、手でちぎってもいいし、ママにちょっと相談しながら。おめめ。あ、すごい、お化け怖い。怖い感じの目になった。グリ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 。これでちょっとウサギさんに顔ができるんじゃないかな。本当だ。目、目ができました。あ、白が下だと見えない。で、いらないとこは切っちゃう。できた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 。お化け開けてもいい？いいよ。それか横からこうやって切っちゃって。ああ、いいね。怖っ。で、あとでテープで止める。怖い。いやー、目がつってる。あ、頑張ってちかちゃんが口作ってる、うん、口難しいね、みんな。で、どうしてもかっこよくしたい人はカッターをちょっとママパパに手伝ってもらいながらやってもいいと思うけど、うんうんうん、まあそんなにそんなにそんなにって感じだったらハサミや手で頑張ってみる。かわいいじゃないか。お、なんか作り足している。で、ここにまたね、体とかくっつけてもいいし、ちかちゃんがやってるみたいになんか付け足ししても面白いと思う。
体かわいい。そうすると尻尾も足したくなる。確かに。あ、なんか持ってるお化けが。楽しくなってきちゃうね。そう。ちょっと、ちょっと。ハサミは手を切らないように気をつけてね。そうね。今日何歳ぐらいに向いてるか話すの忘れたね。今日でもハサミが使えたらね。そうだね。楽しい。ハサミが不安だったらママパパとやれば、ね、3歳とかでも楽しいかな。確かに。あ、ウサギちゃん可愛くなった。可愛い。じゃあ私お化けの手もつけよう。こういうやつ。なんか鳥の羽みたいになっちゃったな。影にするからさ、こうベタベタ貼っても、うん、そうね、目立たないっていうのがいいよね。あんまり見た目を気にせず、そうそう、全部黒くなるから。大事なのは影だから。うんうん。よっしゃ、わ、準備できました。オーライ。じゃあまた暗くしてみよう。ポチリと。ポチリと。3段階でポチリと。わー。わー電気電気あった。じゃあよっこい。近い様どうぞ照らしてください。ぴょーん。わーわー、お化け、お化け、お化けだ。怖い。あ、怖い。怖いよ。結構怖い。なんで目すごいな。あ、こっち向きだからだ。あ、すごいすごい。じゃあ私もお化けの仲間を。よい。わー、お友達になれそうな匂い。お前どっから来たんだよ。僕学校帰りだよ。お前でかいな。お前でかいな。ヨーヨー持ってるの。ヨーヨー。私ちっちゃい。私お化けちっちゃい。ほら。すごいよこれ。大きい。面白い。出るぞ。ちょっとじゃあウサギさんも登場。ひょこ。ひょこ。あ、ひょこ。あ、かわいい。ヨコ、ウサギです。こんにちは。海の生き物です。あ、魚だ、すごい。ヒレがついたの。かわいい。ビヨーン。ウサギでかくなります、でかくなります、でかくなります。ウサギのも怖いね、なんかちょっと。あ、笑ってないからかな。ミッフィーだ、ミッフィー。ミッフィーちゃんと同じ感じ。笑ってるように見せたら笑ってるように見える。ぴょん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 。やっぱ声大事だね。ぴょんぴょん。こうなると声が大事。今日も元気。すごい、見て、ウサギが2匹いる。なんで？ほんとだ、あれ？なんで？違う、本体と影。あ、本体とか。本体に影が落ちて。面白い、うん、不思議な現象が起こっております。てん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 。あ、すごい、月の中にウサギがいるみたいだ。そう、本当に今。本当だ、満月の中に。あ、ロマンティーク、ロマンティーク、面白い。よし、じゃあまた電気つけましょうか。こっち、あ、眩しい。忙しいね。忙しいね。じゃあ最後にですね、今度はみんなに最初に紹介した空き箱、うん、これを地面にして、これをねぶっ刺してみたいと思います。そうすると多分みんなが手を使わなくてもいける気がする。で、ここでもハサミで最初にこうやってグリ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 って穴を開けて。無理か、さすがに。そう、ね、うっ、すごい音した。で、割り箸を刺す。そうするとこんな感じで刺さります。
ぴょんぴょんとお化けと屋台みたいだ。ああ確かにチョコバナナ売ってるみたいな感じになりそう。ちょっとハサミでグリグリして若干の穴を開けて割り箸を刺せばいけるかな。グリ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 、いやいけた。お化けとウサギこんな感じで。でさらにこれだけだと寂しいからここになんか直接つけてもいいと思う。でそういう時はこの下をちょっと折ります。ちょっと折ってこうやって、うん、でちょっと折ったところにテープを貼ってでここにピチョッと。なるほど。貼ると草とか石とか、うんうん、なんかいろんな世界が広がってくると思うからこれも作ってみてくださいよ。さっきのモニョモニョさんもヘビ、ヘビの向きを変えよう。で向き変えたくなったらセロハンテープを貼り替えちゃえばいいから簡単だよ。ウサギさんに引っかかっちゃう。どうしたらいい。うっす、うっす。そう。で穴開けにくいこういう太いのはもうテープで貼っちゃいましたね。さできたんじゃない。ちょっとヘビさんの目開けるの忘れてた。そう下からねスポって抜けちゃう時があるかもしれない。その時はテープで止めたらいい。テープで止めるかも。机にしっかり置いちゃう。うん、できたよー。レイさんの影絵シアター。じゃじゃーん。これもつけたくなった。できました。暗くする？ちかちゃんが良いタイミングで暗くしちゃいましょう。で、この間、この間さっき紹介した折り紙とかもこのタイミングで大きい箱の人はね、どんどんペタペタ貼ってみて面白いと思う。で、その時に必ずこう折り紙を立ててあげることね。ペタって貼るとどうなるかわからないから立ててあげる。ぺったり貼った場合はどんな影ができるかそれも実験してからやってみて。 OK OK では OK チカ電気を消して。 OK OK パチパチ。うわ真っ暗。あでも白い画用紙だから結構見えるね。ちょっとチカちゃん椅子引いて壁を広げよう。よいしょ。ではつけてみましょう。ポチ。おおおおお。じゃあまずレイさんのから行ってみていいですか。どうぞ。そしてチカちゃん電気消してみて。映ってます、映ってます。ここにヘビがいてウサギがいて お化けがいて満月。結構映るね。物語ができそうね。なんか
お話のワンシーンとかやってみてもいいか、うんうんうん、かわいい3匹の仲良しお化け、なんかお友達っぽいね、うん、見えるかな、風船みたい満月ね、なんかバス停っぽいな。みんな待ってるの、バス、うん、バス待ってるっぽくない、うん、こうやってやるとまた見え方が変わって、これ車が通り過ぎるとさ、こうなって伸びてくよね。ああ面白い、そうねそうね。でヘビさんがすごいの。面白い。これでいろいろ夜楽しめてみんな夜更かしちゃうね。ありがとうございます。じゃあチカ様、チカ様シアターパカ。どうぞ。チャッチャルーン。お、なんか優しい影だね、チカちゃんの。大きいお化けがいて、なんか星が狼みたいに見える。本当つながってるからか。ここ話したいな。こうなの。あ、こうなのね。はい、じゃあ下のところで調整しよう。こう。夜。夜の魚とお化け？そう。かわいいね。やっぱお化け口がついてるとかわいい。こう下げて、なんかバランスが難しいね、みんなに見せるために、うん、ここに映ってるんだけどね、うん、下から映してみる、下から、あ、そうそうそう、ほら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 、あ、いい感じじゃん、できました。お化けがでかくなったりちっちゃくなったり、なんかやっぱ歯が面白いね。はーい、はーい、という感じで、今日は真っ暗なの、まだ。じゃあ、電気つけまーす。はーい。こっち、眩しい。よい。皆さんはいかがでしたでしょうかな？はい。できたよ、影絵シアター。じゃじゃーん。やっぱ絵描きたくなるな、この後ね。うん、なんかでも、この白いさ、動物たちがさ、影で黒くなるのも面白いし、うんうんうん、こう電気の当て方で影がビヨンってなるのも面白いし、光を動かすと影がどう動いていくのかをみんなぜひ実際やってみて、実験してみてちょうだい。はーい。はーい。というところでですね、はい、今日はこの辺で制作の方はおしまいにしていきたいと思います。はい、皆さんいかがだったでしょうか。ぜひですね、この動画を見ながら作った作品を写真にパチリとお母さんお父さんに撮ってもらって、うむうむのインスタグラムのアカウントがございますので、ハッシュタグ UMUMART をつけて投稿していただくと、うん、私たちが見ることができます。そしてさらにさらに、インスタグラムの中に美術館うむうむアートミュージアムというものを作ってますので、そちらでみんなに紹介をさせてください。ぜひハッシュタグうむうむアートをつけて投稿してみてください。はーい、ありがとうございます。はい、で今日の、活動のおすすめ画材は、まあ硬、うんうん、いものがいいと思う。柔らかい紙だとこうやってね立ってくれなくて、こうペニョーンって、うん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 、今ちょっとミミズさんがそうなりがちだけど、うんうんうん、折り紙とかだとふーんってなっちゃうから、画用紙、確かに画用紙、そう硬い紙で、でもあんま硬すぎるとハサミで切るの今度大変だから、画用紙ぐらいがちょうどいいと思います、うんうん、画用紙がおすすめなのと、白がいいですね。そうだね、まあでも黒でも、うんうん、緑画用紙でも何でも影にすればいけると思う。で、あとはやっぱお部屋をね暗くした中で遊ぶから、こういうハサミとかを出しっぱなしにしたり、特にこうやってねパカって開いてる状態で真っ暗になるとすごい危ないから、うん、その辺はママとパパとご家族と気をつけながらやってみてください、うん、あとは何かあるかな、そんなもんかな、うんうん、あとそのちかちゃんが言ってた割り箸をもしボキッと折るときは、竹の割り箸だとギザギザがすごい尖って危ないので、うん、できればアスペンっていうね木の素材のなんか四角いですよね、そうそう四角いの軽い割り箸、うん、でやるとあの加工がしやすいかなと思います。であとカッター使ったり穴開けたりはね結構危ないから、家族の方とやってみてください、うん、あれだね、さっきね竹のやつは丸かった、とてもなんか丸いのと四角いのがあって、あ
最近は竹の割り箸も結構多いから、ね、うん、多いんだ。竹だとこういうね、うん、尖った感じになっちゃうので気をつけて遊んでください、うん、というところで趣味イベントお知らせは以上でございます。はい、ではしたらばちかちゃまから、はい、最後に告知をさせてください。こちら今動画で紹介させてもらったアート遊びを、実際ズームを介して田中レイと一緒に遊ぼうというのが家族アトリエオン、うむうむ家族アトリエオンラインというものです。こちらたっぷり2時間あるので、おそらく今作っていただいたものから、ここにあれやってみたい、これやってみたい、あ、いいこと考えたっていうのが出てくると思うので、そちらを田中レイと一緒に楽しんでもらえるお時間となっております。詳細は PTX にてご確認ください。はい、はい、だいたい隔週土曜日でやっております。うんうん、はい、そして主に同日祝日に立川、日野、町田、池袋の4会場で対面の子どもアトリエも開催しております。こちらもテーマ6種類ございますので、気になる方は PTX にてご確認ください。はい、では最後に、はい、最後、うむうむレディオ、アートのこと、子供のことということで、田中レイが30分ほど、ラジオですね。うん。お話ししております。気になる方は、Spotify もしくは各ポッドキャストにて、うむうむレディオで配信しておりますので、検索してみてください。他にも SNS もたくさんやってるので、はい、インスタ、Facebook、こちら YouTube、ノート、そして LINE ですね。各所におりますので、気になる方はぜひフォローしてみてください。はい。はい。では、今日はこの辺でおしまいにしていこうと思います。うん、次回の予定はまたインスタのストーリーなどでお知らせするので、予定が合う方はぜひ生で、アーカイブで見てる方はぜひね、隙間時間や今日は雨で遊びに行けないという日などにアーカイブでご活用いただければと思いますので、うん、またでは動画越しにお会いしましょう。今日のお相手はレイとチカでした。またね。See you. Stop.